今俺どうも辰馬です。トカラヤジさんの前で撮影をしてるんですけど、足徳にありますホテルカレッタにやってまいりました。でなんでね超喋るでね、なんで来たのかっていうと、奄美島民ができる宿泊プログラムみたいなね、助成金みたいのがあって、それでね応募したら格安で宿泊施設をね泊まれるってことで、今回はカレッタさんに泊まろうってことで来ました。意外とね、奄美に住んでると、その奄美大島内での宿泊施設ってね、住んでるとね泊まらないもんですからね、ちょっとどういう風になってるのかっていうのもね、ちょっと体験してみようと思います。もうね、普通ね旅行できたらさ、あのレジャーとかやりまくって時間ないっしょ。だから今日はホテルを十分満喫できるんじゃないかってことでね、早速満喫していきましょう。おーい、すげえ、綺麗、おしゃれ、かわいい。レストランは一般でも入れるんだ。今この中でちょっと、いや、パブでプールが入るとして、海もすぐそこで、夕飯はあそこの結構大きいね、うん、3、1、7、おお、ベッド3つあんだけど。ほんとだ。さあ、宿じゃなんかね、いろいろあるかもしんないから、こんなんもないか。クローゼット、まあ、ハンガーとかね、あまりあんま使わないよ。お風呂はやっぱなんか3人分だね、全部ね。ウォシュレットもあると。で、ベッドが3つある。かわいい、色合いがかわいい。ふかふか。ボインボイン、弾力が。ボインボイン、男性が。お、いいね、ソファ。こういうソファいいね。で、正面にテレビがある。これ、かわいい。シーグラスかな、とかと貝とかで、まあまあこの絶景を見て、あとなんかちょっと、まあ今日梅雨だけどね、それでもこの足徳の倉崎海岸とかじゃないけど、すごい。もうここで遊んでたらみんなに見られるね。ね、20何組ぐらいから丸見えだね。うん、あいつら遊んでんぞ。海も目の前だ。うん、今日はね色が残念だけど、いいね、あのジャグジー入りたい。ちょっと梅雨で雨降って肌寒いからさ、誰もいないわけよ、まあ平日だし。 YouTuber としては最高の、だって貸し切りだよ、ホテルのプール貸し切りだよ。どうしよう、そんなプールに行きました。レストランが6時からね、レストランが始まってしまいますので、もう寒いしね、パパッとプール遊びを済ませたいなと思います。でね、レンタルでタオルとかシュノーケルセットとかね、まあ、そんな潜ったりはしないから、ね、今回の気がしない。このね、フラミンゴちゃんもお借りできました、ね、これ結構やばい人たちだよね。こいいじゃん、プール楽しみます。イエーイ。冷たいんじゃない？え、温度チェック、温度チェック。冷たいよこれ。あったかそうじゃない？あ、あったかあったか。ちょっと星を見ながら入るのはいいね。ぜひそれできんのいいわ。よし、お、フラミンゴちゃんがうち、おわっ。じゃあ、プールアップ行ってきます。映え映え、映える映える、映える、うん、映える。なんか周り、これ完全に風に流されちゃうんだけど。ということで、プール遊びは、まあ、20分から30分ぐらい今楽しんできたんですけど、僕らの夕飯の時間もあるんでね、プールを終わらせて次は夕飯ですね。今日いただくコース、はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。
うまいわ。もともと食べちゃう。うん、うまっ。はい、夕飯を食べまして、ホテルで戻ってこうやってコーヒー飲んだり優雅に過ごしております。もうあとは寝て、明日の朝8時に朝食、8時よりちょっと前に起きて、ちょっとね胃を元気にしてからいっぱい食べようと思います。明日の朝までカット。おやすみなさい。おはようございます。逆光、晴れてる。晴れてる、まあまあ太陽が珍しく出てる感じです。現在朝の8時で、これからね朝のそのパンビュッフェを食べに行きたいと思います。朝ごはんは口コミでも話題の焼きたてパンが自慢、おかずも奄美を満喫できるメニューを多数ご用意してますですって。一個一個はちょっと小粒ね、手の感じ見るに。これだったらね、いろんな種類いっぱい食べれるね。ビュッフェが一番楽しいわ。パリパリよ。いただきます。クロワッサン、おパリパリ、中ふん、うわすごい、クロワッサンってこんなやんの、すごい。うん、うまこれ。バリバリなの。うん、何もなくて10個ならいいけど。カレーとかやっちゃった。うまいね。おいしい。キュープ食べてカレーもさ持ってきちゃったよ。大変美味しくいただきました。ゆっくりしてチェックアウトも済ませて、で午前中からこっちのね達郷とか笠木の方面でちょっと遊んでね家に帰るってことができるんで、今日はね海の方もちょっと風は強いですよね、晴れ、どっか寄ってね帰りたいかなと思います。島民がねおすすめする宿ってなかなかできないんですよね。だから比べようがないんで、まあ、とりあえずというか泊まってみた感想としては帰ったおすすめですので、ぜひ皆さんもこの朝のね朝食バイキング食べたいなっていう方とか、ぜひご利用してみてください。それではチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。風が強いな今日はね。